ロジユニバースは、日本の競争場、守母場。2009年の JRA 賞最優秀3歳イボ馬。同年の東京優秀を勝利した。その他の勝倉は、2008年の札幌2歳、ステークス、ラジオ日経杯2歳ステークス。2009年の弥生賞。誕生までの経営アコースティクスは、2001年に、ノーザンファームで生産された品場で、父は、 ケープクロスである。競争馬としてはデビューすることなく、ノーザンファームにて、繁殖品馬となった。初年度は、マンハッタンカフェを後輩初子となるお馬を生産した。そして2年目となる2005年は、ネオユニバースと後輩2006年3月11日、2番子となる、影のお馬が誕生した。幼子ま時代誕生直後の2番子は、前足が大きく外向しており、 競争場になることが危ぶまれるほどであった。また、人間の言うことを聞こうとせずに、育成スタッフを苦労させており、ノーザンファーム繁殖部門の男児サトル級社長は、自分というものを、すごく強く持っていたのかもしれませんね。搭載場は、基本的に言うことを聞かないものなんですけど、それにしても嫌な奴だったという記憶しかありませんのでと、10回していた。しかし、 育成部門に移ると一変、林博樹によれば、とにかく手がかからなかった。という。外交により、2008年4月まで、北海道競馬までデビューする予定であったが、長教師の萩原清と共に牧場を訪れた、久米田正明がこう購入。久米田はわざわざ実印を持ち出しておりその場で契約、中央競馬でデビューすることとなった。久米田は、 2007年7月に、馬所登録を行い、セレクトセールで、初めて所有するサラブレッドを2歳馬2頭を含む5頭を購入。そして、2006年生まれの2歳馬を調達する、必要に迫られ、クメタは2歳馬を5頭にしたいと考えていた。すでにセールで4頭を揃える見込みがあったため、残り1頭を求めて、ノーザンファームに向かったところ、そのことであった。萩原は、 外交のためにその子を進めようとはしなかったが、クメタが、その走る姿を気に入り購入した。直後の選んだ子に対する萩原の評価は、遠からず一生できる馬だったという。子には、クメタが用いる冠名、ロジに、父ネオユニバースから、ユニバースを組み合わせた、ロジユニバースという競争場名を与えられ、5月に、 ミホトレーニングセンターの萩原清志九社に入厩した。初めてミホトレーニングセンターの反路調教を行い、萩原は能力を高く見込んだ。そして、立東トレーニングセンターに滞在する立東留学を実施。厩社に所属する他の馬の立東留学に帯同する馬という扱いで、路地ユニバースが襟抜かれた。萩原は立冬留学させた理由として、 半路の距離が、見本よりも短く、外交している足への負担が小さくなること。その上、阪神競馬場の芝1800メートルに適性があり、その新馬戦でデビューさせようとしたことを挙げている。2歳2008年7月6日、阪神競馬場の新馬戦に、竹豊が起乗し、単勝オッズ2.9倍の2番人気でデビュー。 集団から直線で抜け出し、後方に半馬審査をつけて初勝利。久米田にとっては、馬主として、初めて出走させた馬で、初勝利を挙げた。続いて、ノーザンファームで放牧された後、札幌競馬場に滞在。10月4日、札幌二歳ステークスに、単勝オッズ4.0倍の一番人気で出走。部が、名所サムソンに帰乗して、 外線門賞に参戦したために乗り変わり、萩原は、横山の弘を起用した。中断につけ、直線では先に抜け出していた北海道競馬、所属イグゼキュティブ、モエレエキスパートの2頭を交わし、後方に一馬進4分の1差をつけて、先頭で入線した。重賞初勝利となり、また父ネオユニバースを呼び組めたにとっても、重賞初勝利。さらに、 デビューが本州だった馬が制したのは、1997年のアイアム・ザ・プリンス以来2頭目であった。再び、ノーザンファームで休養。当初は、11月22日の東京スポーツ杯2歳ステークスに出走予定であったが見送り、12月27日のラジオ日経杯2歳ステークスで戦線に復帰。リーチザ・クラウンが、 単勝オッズ1.3倍の一番人気に押され、それに次ぐ5.8倍の2番人気で出走した。スタートからリーチザクラウンが逃げ、それに次ぐ2番手を追走。直線でリーチザクラウンをかわして抜け出し、後方に4馬審査をつけて、先頭で入選した。重賞2連勝は1993年の 名村国王及び2002年のザッツザプレンティに並ぶレース史上最大儀差であり、また2006年の不採地方王以来2年ぶりの無敗場による優勝であった。レース後は再び放牧に出された。JRA 賞表彰では300票中31票を集め、JRA 賞最優秀2歳母バの辞典となった。3歳3歳は3月8日の野良賞で始動。 単勝オッズ1.3倍の一番人気に支持された。スタートから逃げて、直線では、後方の追い上げを許さず、後方に二馬身半差をつけて勝利。四連勝、重賞三連勝となり、2005年のディープインパクト、以来の無敗場による優勝であった。続いて、4月19日のサツキ賞に出走。 単勝支持率は48.95%に上り、オズ1.7倍の一番人気に支持された。以降の人気は、リーチザ・クラウンが5.3倍、アンライバルドが6.1倍となり、上位3頭は、三強と呼ばれ、ロジ・ユニバースはその筆頭であった。スタートから先行し、直線で抜け出しを図るも、全く伸びずに後退 戦闘のアンライバルドから10馬身以上離された14着に、敗れた。地震初となる敗戦となり、レース直後の横山及び萩原は、双方ともに、明確な敗因を乱すことができなかった。横山は、俺が不甲斐ないから負けたんだよ。対して、萩原は、一置取りだとかジョッキーの乗り方は良かったと思うが、本当に強い馬なら出てこられたはず。馬体にも異常はなかったようなので、 まずは、原因を突き止めないことにはとしていた。放牧に出された後、5月31日の東京優秀に出走。サツキ賞を制したアンライバルドが、単勝オッズ2.1倍の1番人気となる中、7.7倍の2番人気に支持された。当日は、午後から雨が降り、馬場状態が悪化。 大シンボルガードが優勝した1969年以来40年ぶりとなる不良馬場での開催となった。スタートからジョーカプチーノリーチザクラウンに次ぐ3番手につけ、直線では馬場の最も内側を選択。先に抜け出したリーチザクラウンを残り300メートルで内からかわして先頭に立ち、4馬審査をつけて先頭で入選。ダービー優勝。 GI 初勝利となった。また、父ネオユニバースが2003年の東京優勝を勝利していることから、史上6頭目となる父子制派。サツキ賞で10着以下に敗れた馬が優勝したのは、1986年の大流りバー以来23年ぶり、史上8頭目であった。東京優勝の表彰式、麻生太郎横山のり佐藤光一騎乗した、横山は、 デビュー24年目で、ダービージョッキーとなった。さらに、萩原及びクメタは、GI 初勝利がダービー。特にクメタは、初年度の所有場で、ダービーオーナーに、愛なった。また当日は、麻生太郎内閣総理大臣が来場しており、表彰式ではクメタに対し内閣総理大臣賞を、授与。麻生は、ウィンストン・チャーチルが言ったと伝わる、名言、一国の最小になるより、 ダービーオーナーになるのは難しいを引用し、バッシュさんには1年目でのダービー勝利ですごく運が良い方ですね。今日は、赤飯でお祝いですねと声をかけさせていただきました。との談話を発表している。お参照。夏休みを経て、9月12日に、ミホトレーニングセンターへ帰球。当初は、菊花賞のトライアル競争である、セントライト記念。 神戸新聞杯を予定したものの、出走しなかった。続いて、目標をアルゼンチン共和国杯から、ジャパンカップ、そして有馬記念に変更したものの、外交の影響から調整が遅れて、アルゼンチン共和国杯は見送り、11月29日の、ジャパンカップに直行した。しかし、11月25日の最終追い切り後に、 左後ろ足の筋肉痛が判明して回避。その後は、目標である、有馬記念に向けて、放牧に出されたが、出走することはなかった。JRA 賞表彰では、全287票中235票を集めて、JRA 賞最優秀3歳母馬に選出された。4から7歳、4歳となった2010年春は、日経賞、天皇賞、 宝塚記念の参戦に出走するローテーションを計画。日経賞、宝塚記念は共に敗れ、天皇賞は体調が整わず回避した。夏は札幌記念で2着、その後は後ろ足の不安から休養となった。5歳となった2011年は1月のアメリカジョッキークラブカップを出走を予定するも回避。 再び後ろ足の不安から、年内は出走することができなかった。6歳となった2012年は、宝塚記念での復帰を目指すもかなわず、札幌記念で2年ぶりに復帰。ブービー賞に大差をつけられて、再開敗退した。その後は放牧され、再び1年半以上戦線を離脱。以降は復帰することなく、引退が決まった。 2013年10月30日付で、日本中央系馬界の競争馬登録を抹消。競争馬引退後は、北海道ニーカップ町の優秀スタリオンステーションにいて、種ボバとなった。2014年から強要され、初年度は57頭の繁殖品馬を集めた。2017年10月8日、初年度産区のピースユニバースが、 東京競馬場の未勝利戦を勝利し、3区 JRA 初勝利を記録した。以下の内容は、netkeiba.com およびアビスサーチの情報に基づく。8戦に起乗した横山則博は、ロジユニバースを東京優勝優勝、他3つの重賞優勝に導いた。中でも東京優勝では、デビュー24年目の41歳。 15度目の挑戦で、ダービージョッキーとなった。初起場は、3年目21歳の1989年で、あり、ロードリーナイトで6着。以降の13回では2着は3回にあり、1990年の、メジロライアンでは、アイネス風神に一馬進4分の一差。2003年のゼンノロブロイが、ネオユニバースに半馬身差。2004年のハーツクライは、 キングカメハメハに市場身反差でそれぞれ敗れていた。当日は、ノリヒの長男で、JRA 競馬学校2年生の横山和夫が、学校の授業として、現地でレースを観戦していた。表彰式直前の地下馬道にて再会し、親子で抱き合っている。その後の横山ノリヒは、2014年に、ワンオンリーに起場し、二度目の東京優優勝。 のりひろの三男である横山武志が同様に競馬学校の授業として現地でレースを観戦している。札幌賞敗退後は宮城県山本町の山本トレーニングセンターにて放牧。札幌賞では馬体を減らして出走しており、東京優勝に向けた調整では馬体の回復と後ろ足の可動域を広げることを目指した。中谷優太が 宮城県に向かい、現役騎手による本格的な調教が施された。気球後の追い切りでは、弥生い賞及び、札つき賞で帰場した横山ではなく、中谷が帰場。一週間前追い切りは、横山が帰場するも、正直、館長には、ほど遠い感じを受けましたと証言している。最終追い切りは、中谷が帰場したが本調子には至らず、松山急務員は、 ダービーがもう2周先ならと証言。横山はレース4日前に正直今回は99%勝てないと思った。本当にそのくらいの状態でしかないと感じたんです。と解雇している。しかしレース2日前の金曜日に販路調教を行うと状態がようやく一変。合わせて金曜土曜日は角馬場を周回した。当日は 馬体重が、サツキ賞に比べて1 6ラム増加して参戦し、優勝。横山は、状態が戻っていないと思っていた。馬に失礼なことをしたと振り返っている。デビューする前から、立冬トレーニングセンターでの滞在を実施、関東馬ながら、阪神競馬場でのデビューとなった。北海道滞在後に臨んだ、札幌二歳ステークスでは、 2004年のストーミーカフェ以来4年ぶりとなる関東馬による優勝。再び立党に戻り臨んだラジオ日経杯2歳ステークスでは1997年のロードアックス以来11年ぶりの関東馬による優勝。そして東京優勝では1997年のサニー・イブライアン以来12年ぶりの関東馬による優勝となった。 ロジユニバース2歳児の立冬滞在では、商用馬道の傾斜を利用して鍛えられた。一方、美保の商用馬道にあたる森林馬道の傾斜は、使用頻度は少なかったが、立冬の手法が広められて2009年から頭数が増加。同年5月からは、JRA が、調教前の50分間のみ、傾斜にて運動することを認めた。ロジユニバースを含めた、 萩原旧舎の馬は、地下馬道にある20メートルの傾斜を使用し、毎日往復させていた。同じみほの調教師である小島茂之は、あの運動に歴然とした効果があるかどうか、わかりませんがもしかしたら少しずつ、あの効果が出ていて、ロジユニバースのダービーでの最後の踏ん張りに、繋がったのかもしれない。あるいは、あれを、競馬の神様が見ていて、 雨を降らせたのかもしれない、と語っている。札幌競馬場滞在中は、道路をまたいで旧車地区に接続する立橋、のぞみ橋を往復、傾斜を利用して、足腰を鍛えており、後に、路地ユニバース橋と呼ばれるようになっている。本馬は、イギリス判決馬決闘のメス系を持つ馬として、史上初めて八大競争を制した馬である。ありがとうございます。